ークの電源では、この手のコンパクトクーラーなどコンプレッサー系、動作しないものが多いのですが、ピンクちゃん余裕で動作させましたよ。電気で動かせるものって便利で、多くのものがあります。電気を持ち歩ける良い時代になりましたね。しかもおしゃれになってきました。性能がどのくらいなのか、いろいろと試してみましょう。このチビ、本格的な構造です。どれと比べてもめちゃ軽いんですよ。冷たい風出てます。除湿性能も強いです。多分、皆様が気になるのは、電子レンジなどじゃないでしょうかね。まずは、キャンピングカーの電子レンジ、動かせるのか試してみましょう。ピンク色で可愛いのに高性能だったら、しかも、安い、軽い、良くないですか？やっぱり黒いのとかに人気があるんですかね。謎です。ピンクでいいじゃん。一番強い、強で動作させてみよう。すごいわ、電子レンジが動いちゃったね。電圧は低めになってますね。すごいすごい、合格ですね。安定してます。温めにやや時間かかるけど、動くことはいいことです。じゃ、次はターンテーブル式の電子レンジ。消費電力は 1400W と表示あります。こんなの動くかな。あららら、動きましたね。すごいな。ポータブル電源の使用で電力が弱くなってるので、それなりに時間は伸びます。でも、バッチリ電子レンジの機能は動作しましたよ。まだあります。ダフトに積んでたピンクの電子レンジです。動くかな？これ、すごいね。コスパいい。軽い小型ポータブル電気ですよ。これは性能いい。説明をよく見てみたら、最大 1200W までの低高負荷電化製品を動かすことができます。とありますね。素晴らしい機能がついてました。この1台だけ、オーブン水、電子レンジ、高いやつ。これは、ちょっと動作が不安定になりました。電力が弱くなりすぎて、時間がかかります。それでも動作しないよりは、マシで温められましたが。一応、合計4台試して、4台とも電子レンジは動かせました。次、このごついコンセントは何でしょう？ダイソンのドライヤー、ほとんどのポータブル電源では動かないのですよ。高いやつでも動かせないのが多いの。
ほとんどのポータブル電源で全く動かないんですよ。何かの制御なんですかね。このピンク電源はすごいいい高性能だと感じました。メーカー純正のソーラーパネルが届きました。曇り天気が多いのですけど、つなげてみましょう。コンパクトかつ頑丈な作りです。完成度高いですね。防水性能もあるようです。最新って感じですね。薄くて強い硬い作りです。屋外で電気を使うとき、ソーラーで発電しながら使うと長持ちしたり、防災や停電などでも大活躍しますね。普段使いでも無料で電気を貯めていくのも楽しく気持ちいいことです。こちらは2年保証もあり、とても安いのでおすすめです。もちろん他の社外の電源にも使えますよ。ソーラーケーブルも長めにあり、とても便利です。ソーラー充電は 200W まで対応してあるようです。100W のソーラーパネルで 76W 出てますね。少し曇りがかってるので性能もバッチリというところですね。ピンクのチビカーの屋根に乗せておけば、ソーラー発電しながらのピンク電源から充電も可能です。ある意味これでもほったらかしソーラー充電システムかな。今曇ってしまってソーラー発電は期待できないけれど、ピンク電源からバッチリチビオンボロポンコツ粗悪ミニ EV カーに充電できてますよ。なんですって、ポンコツ不良品ボロい粗悪チビカーだから充電できるんじゃねと思いましたね。 PHEV 一般の EV 乗用車の3番目、高速充電、普通充電、そして一番低い 100V 充電というのを試してみました。どうでしょう。327V の 2A、約 640W 電力で充電されてます。すごいね。
外部アダプターもなしなのに、本体はとても軽い AG コンセントで充電してもそこそこ早いです。もちろんバッテリーは寿命サイクル3500回以上あるリン酸鉄リチウムイオンです。今これが一番おすすめな一台ですね。色も最高ですね。